軍需省は太平洋戦争期に設置された日本の行政機関の一つ。戦時の軍需産業強化の必要性のため、1943年11月1日、直令第824号、軍需省管制に基づき、商工省の大半と企画員の国家、総動員部門を統合して設置された省。軍需大臣を長として、軍需時間以下、内部部局の大臣官房、 総動員局と八つのつぼね、及び外局、さらに地方支分部局によって構成され、軍事関連会社を所管した。軍部と密接に関わる行政だったことから、陸海軍人が洋食につくれが多かった。1945年2月、戦局のさらなる悪化、本土への空襲の本格化に対応して、軍需工場の疎開を円滑に行うため、省内に、 臨時生産防衛対策中央本部が設置された。同本部の総裁は、軍需大臣、事務総長は、総動員局長、事務次長は、総動員局、第二部長がそれぞれついた。戦後の新中軍上陸を目前としていた1945年8月26日、椎名悦三郎次官らの指導によって、商工省に名称を服した。 軍事管理部1943年11月1日設置中前提新局が所管していた電力行政に関し、確定新局内に電力事務室が置かれたが、一部を除き順次廃止され、軍事管理部に統合された。客中以外の出店、軍事省の事務所及び、それの出張所の名称等をテーメルゲン。1944年4月1日解消都市名から、 地域名に名称を変更。特記なき限り所在都市及び所管区域に変更はない。客中以外の出店、軍需省の事務所及びその出張所の名称、当中改正。地方軍需管理局1945年6月10日、軍需管理部に代わり地方軍需管理局として、地方総監の管理に属し地方における軍需大臣所管事項に、して軍需大臣の指定するものを、 手のひらある機関となった。所在都市に変更はない。なお、1945年8月26日軍事賞廃止により、各地方総監府に統合された。出典地方軍事管理局完成。括弧内に示す所管区域は、地方総監府完成。鉱山監督局軍事賞設置に伴い、従来商工大臣の管理に属していた。 鉱山監督局をそのまま継承した。なお、カラフトにおいては、カラフト庁経済部が所管した。客中以外の出展、荒金山監督局関西地方鉱山局1944年6月1日、鉱山監督局は地方鉱山局に解消され、所管区域も一部変更された。所在都市に変更はない。なお、 1945年8月26日軍事省廃止により、再び商工大臣の管理に戻された後、1946年1月4日、地方行政事務局長官または、北海道庁長官の管理に属する機関として、新設された地方商工局に統合され、その鉱山部となった。出展、荒金山監督局、関西中海政党共軍事管理部長近畿、 軍需管理部長東海軍需、管理部長中国軍事管理部長福岡、軍需管理部長新潟軍事管理部長、ありがとうございます。